本日2023年8月の19日、土曜日、今日は掃除の日ではありませんだけども、身勝手にどっからお金を流し込んでもらって掃除しに来てるのか。ああ、いけますかね、本人が言ってる。昨日家の中にゴキブリを入れてくる連中がいて、それはエロ業界がまだ存在しているのかどうか、本当はあれは違法行為であって、暴力団として断定されてるんです。性暴力として。本当にレイプとかされてる人間が存在するから。だから DMM とかもテレビで CM していたから、安倍政権の時にいろんな会社の口座全部差し押さえて、2016年に一回借金減ってるんです。国の借金ずーっと1000兆円突破してずーっと増えていってたけども、一回減らしてるんです。税収見たら分かります。税収なんて半分ぐらいしかないですから。ずっと借金増えっぱなし。で、それをばらされたら困るから、インターネットでね、見たときに。姿は見当たらない。いたよく見た。この辺りこういる。角度見てるのかな。いる。たまに、以前もそうだったんですけども、台所の水屋の流し台のところを、まあ、根本的に淡井圭介が自宅出る前に家の扉とか閉めてます。ベランダの塔とか窓もね。でそれプラスもういつもね、それ自分で確認してるんですよ。だけども家帰ってきたらここの扉が開いていたりとか、ね、ベランダそれやられています。で完全に扉はその日は閉まってたんですけども、この間、8月の、まあ、10日前後の日で、ここにゴキブリが入れられていた。買い物行くとき、だエロ業界と繋がってるだの、なんだのとか、こちらが調べ始めたら、エロ業界潰しをずっとしてましたが、暴力団潰しを。それバレそうになったら、ゴキブリ入れてきよう。で、この辺の町に、岡場駅とかに巻いたやつが本当に存在する。そうじゃなかったら、神奈川のところに、岡場駅の自転車置き場がありますけども、今の名称で言うと、チョコザップ、もともとあそこコンビニですけども、その後居酒屋になって、その斜め向かいの自転車置き場の、あのフェンスのところの中段ぐらいにゴキブリが引っかかってた。誰かが手で乗せてる。ゴキブリは寒くなったら動けなくなる。死にます。冬は無理。温度的に。深海地の方でも無理。動けません。法務局に会社の登記を訴え先の、私が原告で相手被告ですから、その通り道にちょこんと置かれていた時もありました。これ全部本当。で、さっき草切ってた人いますけども、あれガソリン入れて使用してるタイプのものだから、もしかしたらバッテリーかもしれませんよ。だけど基本的にあの音で聞く限りはエンジン回ってる音するから、切ってる音じゃなくてね、刃物が接触して鳴ってる音じゃなくて、よく聞いたらエンジン回ってる音聞こえるから。でここの住宅でその3つぐらいあるんですけども、それ身勝手に貸し出してそういうようなことしてるのか、あんなもの使わないで鎌とかでしないとガソリンなくなるからダメ。本当にそんなことよりもここの住宅にカメラつけておいたらいい。3箇所ここの住宅出入りしてるやつ。それと思い出しました、警察官への通報。淡井圭介を通報していた人間、前も同じ人間で、その昨日来ていた4人組とは別の人間の警察官が同じ人間から話聞いてる。